お寒いよりにお運びでありがたく御礼申し上げます。昨年は大変にお世話になりまして、どうぞ一つ本年もよろしくご贔屓をお願いをいたします。正月というのは大変に私は嫌いでして、何ですか、噺家になってから正月というのはあんまり楽しいことがないんで、なんか気ばかりこう焦るというか、あんまり好きじゃないんですね。だから仕事もしたくない、正月にましてや独演会なんていうものは考えもしなかったんですまあ周りの者が、去年また大変にこの長くお世話になったりしたんだから、お礼の意味を込めてご挨拶がてら独演会をやった方がいい、そういうことになりまして、弟子なんかもそうですね。師匠、あれそっくり一週間の時にネタ出しといてやるって言ってまだ残ってますよなんてなこと、余計なこと言うなって言うんですけど、調べてみたら二つばかり残ってました。じゃあこれやらなきゃいけないだろうなんてことになりましてね、そういうわけでそれになんか一つ足してという、なんか妙なやり方ですけど、寒いですね今日は本当に。寒い時ってのはなんか肩が凝りましてね、私はもう肩といびきでは大看板なんで、肩凝ってくるってとなんかこう舌が突っ張かってなんかなかなか思うように喋れない。まあ肩凝る人ってのはお客様方の中にもいらっしゃるでしょうけども、いろんなことで肩が凝るんですよね。酒飲むってとあくる日肩が凝る、ほどほどに飲めばそんなことはないんですけども、過ごすってと肩が凝る、寒いってと肩が凝るね、暑くって肩が凝る、どうにもしょうがないですね。だこういうあのうんと寒い時には、だいたいこういうホールっていうのはやっちゃいけないんです本当は休みにしなきゃいけないんですけども、あそこのホールに入るって言うとあったかいから行こうなんてんでね、お客さんを来ますからやってくださいなんていうような、お付き合いを願います。人間というものは体が元手でございまして、煩うということが一番つまりませんですな。金をかけて治ってもともとというやつですから。で、まあ、病の数ってのは四尺四病とされておりましてね、昔から、今はもっとあるんでしょうけども四尺四病ね。でその中でその色気のある病というのがあります。目やみ女に風邪ひき男、ご婦人が目を患ってるのと男が風邪をひいているというのはどことなく色気があるとされておりましてね、どういうわけかってと昔は目を患うってと、みんな赤いもみの切れでこうなぜてたんだそうですね。そして目を治そうという、色の白いところに赤い切れが来るから何とも言えなく色気がある。で野郎の方はってと風邪ひき男と言いまして、風邪をひいてるのは大変に色気がある。でも人にもよるんでしょうけどねまあそういうこと言っちゃうってともう味も素っ気もなくなっちゃいますからですけど、まあ早い話が熱がありますってとね、目が潤んできますからなんとなくこう色気があるんですね。床に置き直ってこうぼんやりしてる友達やなんか訪ねてきて、おうどうだい、おう熱があっていけねえよ芝居の世話狂言の2枚目になったような了見になってね、これ他の病じゃやっぱり良くないですよ、どうだい、ああ字が出ちゃったなんてあら色気もなんともないで、本当に色気のあるのがというと昔から言う恋煩いというやつですね。夏痩せと答えてあとは涙かななんてんで大変にこれは色気がありますが、おい、あ、熊さんかい、さあさあこっちに入ってくれ、いやー忙しいところご苦労様、え、どいちしとんどこね、え、いやいやいや、それよりね、あっしはね、わからんのはさ、具合が悪いってのは知ってるんですよ。え、知ってるんだけどもね、見舞いに来なきゃいけねえと思ってながらね、おー、このところやけに仕事は忙しいんでね、来てえと思っても来られなかったんですっかりご無沙汰しちゃいまして、どうも愛すいない、で、若旦那具合はどうなんです、ありがとう、いやそれがね、どうも弱ったよ、そうですか、言われましたか、
じゃあもう誰か葬儀社や寺の方に人が行きました。おい、うちのせがれはまだ死んじゃいないんだよ。お、死んでないんですか。あ、そうですか。なんだ、もうなんだよ。がっかりしちゃやだよ。え、いや、その弱ったというのはね、その何の病気だかわからない、つまり病名がわからないってんだよ。お医者様に、いや、そら見せたさ。え、おお、あっちのお医者様、こっちのお医者様、ね、いっぱい見せたんだけれども、どのお医者様もただ首をこうかしげるだけ。え、病気がわからないんだから手の施しようがないってんだよ。ね、弱ったよ。おお、当人どん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 痩せ細っていくね。ところがね、2、3日前に来てくださったお医者様、なかなかのお上手な方と見えて、私が見てどこも悪いところがない、ただああやって弱っているというのは、これは気の病だと、何か腹に思っていることがあるに違いないから、それを聞き出してその思いを叶えてやればきっとあの病人は良くなると、こう言ってくれたんでね。うん、それから、ゆんべですよ、私とそれから番頭さんとね、二人で一生懸命せがれに聞いたんだけれども、いや、内気な性分というものもそういう時には困ったもんだよ。何としても言わないんだ。で、まあ、とどのつまりに、まあ、熊さんにだったら話をしてもいいと、まあ、こういうところまでこぎつけたんだね。そこで、まあ、忙しいところ今日来てもらったんだ。一つね、せがれのところ行って、その腹に思っていることを聞き出してもらいたいんだ。おー、そうですか。いやいやいや、お安いご用途なんですよ、そんなことは。そのね、あしはあの若旦那のひいき役者ですからね、そらあしには何だってしゃべりますよ。大丈夫ですよ。必ず聞き出してきますから。もうしゃべらなかったら張り通したって剥がせますから。おい、うちのせがれ罪人じゃないんだよ。そんな乱暴なことしちゃいけないよ。何しろお医者様の言うにはね、この分で行くってえと5日と持たないよ、なんか言ってるんだから。いいかい、体はすっかり割り切ってんだから、お前さん大きな声で耳元でガン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 やるってえとね、体に触るから、いいね、なるべくこのやんわりと、いいかいね、優しく聞いてやっておくれよ。わからした、心配いりませんよ、大丈夫ですよ。わからんな。離れ、あ、そうですか。じゃあわかりました、行ってまいりますから。どう、冗談じゃねえ。そうやって甘やかすから病気は良くならねえんだよ。短所はね、少し威勢つけてやるな。こらよ。おや、わらんな、わらんな、なんだよ本当には。そんなところに寝ててどうしたんですよ本当に。なんだよ、病は気からってんだよ。自分でもって良くなろうとしなきゃね、どうやったって病ってのは良くならねえんだよ。しっかりしないな、しっかり。お前、大きな声を出しゃ嫌だよ。こら、葬儀社行った方が早いや、こら。あらな、ダメですよ、みんな心配してるんですよ。わかりました、大きな声は出しませんがね、ちょっと話をしてくださいね。私がね、その若旦那にね、ちゃんとね、いいようにしますからね。その病名がわからねえってじゃありませんか。何なんです、その病気ってのは。医者には分からなくたって私には分かってる。医者に分からねえでおめえさんに分かるんですか。じゃあ分からんのは医者になった方が早いですね。何なんです。あしいなら喋れんでしょ、言っとらんない。でもお前笑うと嫌だな。いや、笑いしませんよ。人が患ってんじゃありませんか。それ聞いて笑うってやつがありますか。笑いはしませんよ。おっしゃってください。なんつ、なんつ。それじゃ話すけれどね、実はでもお前なんだか笑いそう。お前さんが笑ってんだよ。私は笑ってねえんだからね。さあ、おっしゃいなさいよ。じゃあ言うけど、恋はつらい。なんつ、恋はつらい、恋煩い。ほら、笑ったじゃないか。いや、あしまい、勘弁してください。一遍だけ笑わせてください。
そうですか。いや話には聞いてますよ。ある程話は聞いてますけれどもね、その病にかかった人に会うのは足初めて。足の周りにはそんなの一人もいませんからね。大層古風な病ですな。どうもそんな病気を言ってどこで背負い込んできたんです。実は今から20日ばかり前だった。定吉を共に連れて私は上野の清水さんへお参りに行ったんだよ。ああいいことをしやしたね。深夜で徳割ってますからね。またあのね清水さんってのは高台にあるから見晴らしがいいんですよ。足も好きだよ。あそこちょいっと下見るってえと弁天様の池がさーっとあってね、向こう側が湯島の天神ね、神田の明神、こっちの方見るってえと松山正殿の森、なんとも言えねえやね。でねまたねあのお堂の脇のあの、茶店、あそこへ寄りましたが、あそこはまたおつなうちでね、腰をかけるってえと苦い茶に羊羹が出る。あのまた羊羹がおつな羊羹でね、あれいくつ食べました。羊羹なんかどうでもいいんだよ。間もなく私の目の前にね、友の女中を三人連れたどこかのお嬢さん風の人が腰をかけた。私はそのお嬢さんの顔を見て驚いたよ。へえ、目が三つ。そうじゃない。水の垂れるような人なんだ。そうですか、そりゃかわいそうにね。じゃあ早い話がみかんを踏んづけたような顔なんですか。違うよ、元気なら仏よ。もう いい女のことをね、水の垂れるようなと言うんだよ。ああ、そんなこと言うんですか。知らなかったんですか。なるほど。私がそのお嬢さんの顔をじーっと見ている。お嬢さんも私の顔を見ていた。しばらく経つとお嬢さんが立ち上がる途端に膝の上に置いてあった茶ぶくさが落っこったんだが、それにも気がつかないでお嬢さん行きかけた。私は急いでそれを拾ったんだよ。高く売れましたか。売りゃしないよ。後を追ってってお嬢さんに渡すと、真っ赤な顔をしてかの泣くような声で礼を言ってから女中と何か話をしていた。そのうちにね、包みの中から短冊を取り出すと筆の運びも鮮やかにさらさらと何かしたためて私にその短冊をくれて軽く会釈をすると言ってしまったんだが、ねえ熊さん、その短冊というのがこれなんだ。ご覧、瀬を早み岩にせかるる滝川のとして。泣くことはねえじゃありませんか。なんつって、小早見岩にせかるる滝川の短いドロイツですね。ドロイツじゃないんだよ。これは須徳院様のお歌で、下の句が割れても末に合わんとぞ思う。今は別れ別れになっても末には夫婦になりましょうという心の歌なんだ。さあこれをもらって帰ってきてからというものは何を見てもお嬢さんに見えるんだよ。床の間の掛け地のだるまさんがお嬢さんに見える。鉄瓶がお嬢さんに見える。火鉢がお嬢さんに見える。こうしていたってお前がお嬢さんには見えない。なんで足だけ外すんだよ。そうですか、わかりました。じゃあ早い話はね、分かるんだ。そのお嬢さんとこの一緒になれりゃね、夫婦になれりゃその病気ってな治っちゃうんですね。ねえ本当に早くおっしゃいよ早く。大丈夫ですよ。足はねこれからね大旦那のところ行って掛け合ってね、そのお嬢さんと一緒になれるように何とかしますから。な心配することはありません。じゃあすみませんがね、ちょっと話がしにくいから、そこにあるその何て言うんですか、短冊ってのそれちょっと貸してください。大丈夫ですよ、すぐに返しますから。どう、じゃあちょっと借りますよ。
言ってありました。ああ、ご苦労さん、ご苦労さん。え、うん、で、せがれは何と言ってた。え、実はせがれはね、お前までせがれてえ、なんだい。実はね、今からね、20日ばかり前だそうですよ。なんか、その佐々木と一緒になんか上野のね、清水さんへお参りに行ったんですって。うん、でね、あのお堂の脇にね、あの茶店があるでしょ。あそこへ入ったんですって。またあのうちがおつなうちでね、腰をかけるってえと苦い茶に羊羹が出てくる。この羊羹がまたべらぼうにうまい。ああ、そうかそうか、せがれは下戸だからな、うん、その羊羹が食べたいってえのか。いや、そうじゃねえ、羊羹はあっしが食べたいんだ。何だこれ、何なんだ、早く話しな。いや、ちょいと待ってすんな、ね、話はこう順を追っていかねえってえと分かんなくなっちゃうね。で、まあ、間もなくね、その若旦那の前に女中を3人連れたどっかのお嬢さん風の人が腰をかけた。ひょいと顔を見た時に驚いたそうですよ。どうしたんだい。そのお嬢さんの顔、みかんを踏んづけたよ。そりゃお気の毒だな。いや、そう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 、それは違う、あっしもそう思ったの。お気の毒じゃないんですよ。ほら、よく言うでしょ、いい女のこと、水がこぼれたようなと、水の垂れるようなってんだ。あ、どっちにしたって濡れてますな。何をくだらないこと言ってんの。で、どうしたんだい。で、お互いに顔と顔をこう見合わせているうちに、お嬢さんの方がずっと立ち上がったのね。で、膝の上に乗っけておいた茶ぶくさを落っことしたのにも気がつかないで、スーッと行きかかったんで、若旦那ね、すぐにその茶ぶくさってのを拾って売ったと思いますか。思いやしないよ。せがれ残ったちゃんと届けてやったんだろ。そうなんですよ。あと追いかけてって落としましたよってんで渡すってと、お嬢さん顔をあからめてかの泣くような声でもって礼を言うね。女中と何か話をしていたが、包みの中から短冊を出して筆の運びも鮮やかにスラスラと何かしたためて、若旦那に渡して行っちゃったってんですよね。それがね、それがね、旦那これなんです。これこれ、ほらこれ書いてあるでしょね。ほら、あのね、読んでごらんなさい。なんて瀬尾早見岩にせかるる滝川の短けえ都々逸だと思うでしょ。思いやしないよ。ほら、ストクイン様の歌だな。ああ、下の句が割れても末に、うん、合わんとぞ思うってんの。へえ、親子ですね。やっぱり言うことは似てるな。わからんことは言うんじゃない。親子でなくたって同じことを言うよ。はあ、はあ、なるほど。で、これをもらって帰ってきてから、てえものはとにかく若旦那はもう何を見てもお嬢さんに見えちゃう。ね、床の間の掛け字がお嬢さん、それからこっちのね、鉄瓶がお嬢さん、火鉢がお嬢さんって、足だけ違うんですけどね。もうそうなっちゃった。そうか、分かったよ、親バカちゃんりんだ。なぜそこに気がつかなかったかな。そうかい、私はいつまでも子供だ子供だと思ってた。恋煩い、そうなん、よしよし、じゃあ、なんだ、そのお嬢さんと一緒にさせてやればせがれは治るんだな。そうなんですよ。そうか、せがれが気に入った娘さんだ。間違いはなかろう、うちの嫁にしてやろうじゃないか。で、どこのお嬢さんなんだ。どこのお嬢さんだ。だからね、さあ、そらね、どこなんですかね。どこなんですかねってお前なぜ聞いてこない。聞いてこないってね、若旦那の方は言わねえからね。言わないからじゃないんだよ。それじゃあ子供の使いと同じじゃない。なぜそこのお嬢さんの名前聞かないんだよ。聞かねえったってね、そこまで立ち入るのはね、強情なんだよ。お前は素直に謝んなさい。なぜ聞いてこなかった。若旦那もそそっかしい。まだ言ってやる、早く言って聞いてきな。悪んな、悪んな、また大きな声を出しちゃ嫌だって。そんなこと言ってる場合じゃねえんですよ。肝心なことをあっしは聞き忘れました。どこのお嬢さんなんです。わからない。わからない。名前もところもわかんねえんですか。やったね、そら煩うぐらいだったらなぜ聞かねえんですよ。だって私は短冊もらってポーッとしてたから聞けなかった。本当にそうね、佐々木氏だってついてるんだから、そのぐらいのことは気を利かせればいいんだよ。ったくどうもね、言われましたね。そらそのお嬢さんだってそうだよね。歌をその半分ばかり書いてよこすぐらいだったら、その短冊にね、名前と帳所でも書いといてくれりゃ手間省けんだい。うん、あねえな、弱ったね。じゃあ分からんな、もうよしなさいね。な、名前もところも分かんねえ、そんなものをちゃんと書いていかねえような、普通だったらね、
ありがとうございます、私はどこそこのどういうもんですってちゃんと言うもんだね、うん、それがそのただありがとうそんなくだらねえ歌をしみったらに半分ばよしなさいそんな女ね、脇なんか見つけましょう、いやだよその女じゃない、じゃあそれじゃあ分かりましたよ、泣いちゃしょうがねえな、もう分かった、ちょっと待ってさよ、聞きました、分かった、分からないんですよ、え、いや聞かなかったってんです、しょうがないね、どうも、ところも分からん、いやところも何も分からん、もう名前も何も分からん、とにかく分からんな、短冊をもらってポーッとしちゃったんで何にも聞かないうちにそのお嬢さんいなくなっちゃった、そうか、よかったな、言われましたよ、どうしよう、そうですね、まあ仕方がねえからこのまんま静かに息引き取ってもらうお前何しに来たんだいうちに、本当にまあせがれを助けるんですよ、探しなさい、え、探しな、何ですか、そのお嬢さんを探すん、お嬢さんってどこの誰だか分かんねん、どこの誰だか分かんないから探すんだよ、え、分かったら探すことはないんだ、 それはまあ理屈はそうですけども、だよねえ、さ雲をつかむような話大丈夫だよ、どうせ日本人なんだから、だから日本人は違いないけれども日本人も随分いますよ、ああ言われましたな、そんなこと言わないで頼む、やっておくれよ、せがれのためなんだな、ただ頼まないよ、もしそのお嬢さんを見つけてきたらばな、お前が住んでいるあの三軒長屋お前にやるよ、うちにある借金もすっかり棒引きにしてやる、やんな、いやそれはお話はありがたいんですがね、でもね、はあ、第一そのね何の手がかりもない、なことはないよ、ここにあるこのストグイン様のお歌だ、これが手がかりになる、ちょっと待ちなさい、おいおい、そこにすずりと紙があるだろ、ちょっと書いてくれ、瀬尾早見、岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う、あ、書けたか、書けたらこっちに持ってきな、はい、はいはい、でこれはな、せがれが大事にしてるだろうから、返してやんなさいよ、おい、さこれ持って、ちょっと、持ってったってさ、やったね、こんなもんで探せますかね、探せるんだよ、損気になってやっておくれ、いいかい、何しろお医者様はね、5日ぐらいしか持たないとそう言ってるんだから、いいね、その間に娘さんを見つけてきなさい、もしお前が見つけてこないで、せがれに万が一のことがあったときには、私はね、お前をせがれの敵として名乗って出る、ちょっと待つ、冗談だね、分かりましたよ、こりゃ大変なことになっちゃったな、どうもな、とにかく一旦ついでも蹴って茶でも飲んで落ち着いて考えよう、どうしていいか分かんねえよ、本当に今帰ったよ、あ、お帰りなさい、何だったい、お棚の御用ってな、バカバカしい話だよ、へ、これなんだいそれ、歌の文句は書いてあるんだよ、なに、若旦那がね恋煩いしたんだ、恋煩いよ、一緒にしてやれば病は治るんだよ、ところがね、そのどこのお嬢さんだか分からん、それ探してこいってんだよ、あら大変じゃないかね、手がかりってな、歌だよ、それが手がかり、そりゃ大変だ、でね、もし見つけてきたら、5日の間に見つけてきたら、お前が今住んでいる三軒長屋をやるってこう言うんだよ、言っといで言っといで行ってきなさい、お前行ってきなさいって言うけれど、見つかんなかったらどうなんだよ、見つかるんだよ、それは大丈夫だよ、見つけて帰ってくれや、お前さんなんじゃないか、大家さんになるよね、私だって大家のおかみさんなんだね、言っといで言っといで、さあ早く言っといで、ちょっと待ってくれ、茶の一杯ぐらい生意気なことを言うんじゃない、見つかないうちは飲ませない、どういうこと言うの、あっち探しこっち訪ねて一日中歩き回りましたが、その日は分かりません、明くる朝早く起きて弁当持ちで出かける、それでも分かんない、その明くる日も食べ、またその明くる日も分かりません、何をしてんだもん本当にこの下、もうじれったいね、まだ見つかんないのかよ、うせえな、くしょ、言ってんで、こっちだって一生懸命探して歩いてんだよ、本当にどういう探しをしてんだよ、だからこの辺に水の垂れるのはありませんかって水道の蛇口を探してんじゃないよ、お前さんね、歌の文句を書いてもらってきたんでしょ、手がかりだって、なぜそれを大きな声でやらないんだよ、やったよ俺だって、ずーっと往来それ大きな声でこれやってきたんだよ、往来を大きな声出してそんなもの言ってたってダメね、売り声と間違えちゃうよね、下手するってとお前さん気あふれたのかと思われるよ、あ、それはそう思うかもしれねえ、子供が随分ついてくるからな、あのね、
夕屋とか上井戸とかそういうところに飛び込むんだよ、ね、ああいうところはねみんなが噂を持ち寄ってくるんだよ。そこでもってやってごらんその歌を、ね、そうするってえとあその歌だったらあそこのお嬢さんがどこそこの娘さんがってんでこれが手がかりになってくるんじゃないか。いいかい。だからね空いてるうちはダメだよ、ね、なるべく混んでいる床屋夕屋を探して飛び込んでってやるの。分かったかい。本当に今日探して帰ってこないってえともううちいらないから早く行っといで。うぜんしょうもうやだねどうももうあー情けねえなどう。ああ毎日毎日歩いてもう足が棒のようになっちゃったしな。これ下手するってと分からないより俺の方が先行っちゃうか分かんない。やっちゃったなどうもな。ああ瀬尾早見岩にせかるる滝川のだ。本当にもうやけだねど、あ床屋あった。そうそうで、こういうところへいついてたからな。うん小屋行ってみようね。うと床屋さんですね。そうですよ。あらやけについてんな。誰もいねえ。誰もいないんですね。すぐにできますよ。あそうですか。じゃあまた来ますから。やったすぐにできんだよ。できちゃいけないんだよ。しょうがないねどうも。混んでるとあれここは混んでるな。ここは混んでるね。よいしょ。へっはいっぺえだ。大層詰まってますな。5、6人待っていただかないってとねならないんです。お急ぎでしたらどっか他へ。いいんですよ。私あの詰まってんのを探して歩いてるんですから。ドブ掃除みたいな人だねこの人。そうですか。お待ちいただける。あはいわかりました。じゃあのどうぞお上がりになって。構いません。そこのところで一服しててください。そうですか。どうもじゃあちょっとごめんない。どうもこんにちは。結構なねお天気でよろしいなんですな。もうね、雨もいいんですけどねたまにはようなんですがね。どうもねこの表歩くもんにはね足元が悪くなっていけません。それにね気がめいりますからな。やっぱり晴れていた方がよくなんです。そろそろやってみるかな。瀬尾はやみ。あ、降りた。なんだよお前さん。いや気にしちゃい気にしちゃいけません。気にしちゃいけませんよ。瀬尾はやみ岩にせかるる滝川のもしあなた、失礼なことを言うようですがお職人には似合わない歌をご存知ですな。あのごくあれなんでます。つい2、3日前にそうなんだ。もう覚えました。何度も言ってますから。いけませんか。いえそんなことはございません。ストクイン様のお歌ですから驚きましたよ。そうなんです。ストクイン様よく知ってますな。そうなんですよ。ストクインって人の歌だって言ってました。もう何しろね近頃どこで覚えてきたんですか娘がその歌ばかりやってますんでね。ちょっとあなたちょっとあのお話がありますがね。あの今なんか娘さんがどうの。娘がその歌が好きなんこれが好き。そうですか。あの娘さん水が垂れますか。別に水は垂れませんですな。そうですか。みかんを踏んづけたよ。みかんなんか踏んづけませんよ。この間なんか大福踏んづけておっかさんに怒られてました。あのいい女ですか。それも、近所でトンビが鷹だなんて噂してくれてますな。そうですか。おいくつですか。8つです。瀬尾はやみ夕屋に20軒床屋に36軒ばかり。おおやっこさん顔がピリ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 しちゃってフラフラになって。こんにちは。いらっしゃい。床屋さんですね。どうですよやっていただけますか。あやるって言えばやらないことはないがあなたさっきいっぺん来た人でしょ。そうかもしれません。何しろ36軒目ですから。ねえやりようがありませんな。じゃあひげ植えてくれますか。あとやったことありませんが、まあ、せっかくおいでになったんだこっちでおやすみなさい。ありがとう存じます。瀬尾はやみだいぶ弱ってきてるね。おいおいよ。おうどうこれはかしら。
しばらくしたね。ああ、このところ忙しくってね、お仕事は。いえ、そうじゃねえんだよ。もうバカな話なんだよ。お店のお嬢さんが患っちゃってね、これがいくら医者に見せてもわからねえってんだよ。もう大旦那なんざもう大変な騒ぎだ。いろんなところからね、お医者様はね、紹介してもらって、で見てもらうんだけれども、どうしてもわからねえね。ところがね、今からね、3、4日前にね、そのお医者様が見立てて、これは気の病、誰かに聞かした方がいいってんで、宿下がりしている婆屋を呼んできて聞いてみたら、これが恋患いってんだよ。さあ、恋患いだったらその相手と一緒にさせりゃいいんだ、どうしたんだってわけ聞いてみるってと、なんだかね、お茶の稽古の帰りに清水の観音様へお参りして、でそれが終わってから掛け茶屋へ入ってったら、自分の座ったその目の前にね、どっかの若旦那風のいい男というのが座っていて、もうそれでポーッと来ちゃったらしいんだね。それもって立ち上がって出てくる、自分の膝の上に乗っけといた茶袱ってやのを落っことした。気がつかなかったんだけど、それをそのいい男の若旦那ってやのが拾って届けてくれた。いい男ってのは何してもね、得なもんだよ。もうそれお嬢さん受け取る時にはね、バラッと震えてね、もう3日3晩震えが止まらなかったってんだ。ああ、まあそれから帰ってきてからてもな、もうとにかくね、何にものどを通らないね。おまんまが通らない、おかゆが通らない、雑炊が通らないね、思いが通らない、水が通らない、お湯が通らない、電車が通らない、バスが通らない、もうこんなに細くなっちゃったよ。もう大変なさね。なんとかして探さなくちゃいけない。それをなんとか見つけよう。その若旦那だぞ、若旦那見つけるんだよ、見つけた者には褒美として100円やるからなってんで、まあ100円にみんな目がくらんじゃってさ、出入りの者だってなんだってみんなもう目の色変えてたーって探して歩いてるんだ。俺もなんとか見つけて今100円あれば助かるんだよ。でもうあんまり忙しくてね、家にも入らねえし、家も当たらねえんだよ。弱っちゃったよ。大変ですな。で、何ですか、何か手がかりがあるんですか。その手がかりってのはバカな話にね、くだらねえんだよ。そのお嬢さんがね、なんだか知らねえけどもね、歌をね、半分ばかりに、短冊に書いて、その若旦那ってのに渡したってんね。それが手がかりだって、その歌の文句書いてもらったんね。変な歌、これね、瀬尾早見岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思って、こんなつまらねえ歌ねえ、で半分やりっくしてわからねえね、若えもんてえな。ねえ、三軒長屋、三軒長屋なんだこれ、なんか妙なものが出てきちゃったな。三軒長屋だ。おい、何をするんだ。おい、話せ。話さない。こんなところに三軒長屋がいた。おめえを探さんがために、俺はもう毎日足を棒のようにして歩いて、今日だって夕焼に20軒と小屋に36軒、顔なんかピリ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 しちゃってる。おめえ、やっと見つかった。おめえの出入り先のお店のお嬢さんに用があるんだ。瀬尾早見岩にせかるる滝川の。ちょっと待て。そう、妙なことをおめえが知って、おい、それってと何か、おめえんところのお店の若旦那がその短冊を持ってる。100円やろめった。なんだなんだじゃねえ、こっちさあ、うちのお店に来い。いや、お前がうちのお店に来い。お前がこっち来い。お前がちょいと。おい、二人して何してんだい。危ないよ、そんなところで話せばわかるんだからさ。取っ組み合いをして危ないってんでしょうがないね。おい、ちょいと。おい、頭やめとくれっての。あったあった、ほら。言わねえこっちゃねえよ、まったく、どん。なんだい、頭。鏡割っちゃったじゃないか。何、親方心配するね。割れても末に変わんとぞ。もう